昨日昼過ぎ、JR 博多駅でも不審物が発見され、警察による規制線が張られるなど、一時現場は騒然としました。昨日午後0時半過ぎ、JR 博多駅1階にある男子トイレで、トイレの中に不審物があると駅員の男性から110番通報がありました。午後1時48分です。不審物が見つかったことを受けて、警察官らによる調べが進められ、シャッターが閉められています。現場には規制線が張られ、物々しい雰囲気が漂います。午後3時です。不審物を処理するための機材でしょうか。警察らによって機材が運ばれています。発見された不審物は、テープが巻かれた茶色の紙袋のようなもので、トイレの個室の床に置かれていたということです。発見からおよそ3時間後、男子トイレで発見された不審物でしょうか。警察らによって機材でゆっくりと運ばれています。警察により不審物は駅の外に運び出されました。怪我人はおらず、警察は安全を確保した上で中身を確認するとしています。JR 九州の列車の運行に支障はなかったということです。